創業116年店内工房のあるジュエリーマーの篠原です。で今日はですね、篠原のですね20代の頃のお花屋さんの友人の青木ちゃんがお店に来てくれました。今日はですねこちらの花束制作ボランティア募集ということでですね、ご案内の方来てくださったんでどうぞ青木ちゃんお願いします。はい、日本フラワーデザイナー協会茨城県支部というところからやってまいりました。日本フラワーデザイナー協会では毎年この何ですか国体の障害者スポーツ大会の方の花束を制作しています。ボランティアなんですね、はい、でこちらのボランティアを今絶賛募集中です。はい、日時が、10月11日から13日の間の、まあ、午前中午後1日と、まあ、来られる時間帯で募集してますので、はい、詳しくは篠原さんの方に、はい、篠原もですね青木ちゃんと一緒にですね初ボランティアですけども一緒にお邪魔したいと思ってます。皆さん篠原と一緒に青木ちゃんと一緒にこちらのですねなかなか経験できないと思います、国体のボランティア募集ぜひ一緒に参りませんか。詳しいことはですね田中屋の篠原の方にお問い合わせいただければと思います。青木ちゃんありがとうございました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。